アスレチックス、山本由伸を視察、カブス、レンジャーズ、ヤンキース、レッドソックス、アスレチックスなどメジャー8球団が視察。早ければ今オフにメジャー挑戦する可能性がある中、最速156キロの直球を主体にカーブ、フォーク、カットボール、シュートと多彩な変化球を駆使して今季最多13三振を奪った。7回で毎回三振が途切れた後、8回は古市、金子、友崎を3者連続三振に仕留めた。一郎、田口、平野、吉田に続いて吉野まで成功したらオリックスが一大ブランドになってな。オリックスさんは外れないよな。やっと山本もか。もっと早く行ければええのにな。アスレチックスがこんな人気株取れるわけがないやろ。アスレチックスは観光かな。山本を156って表記するの割と詐欺だよな。ヒロトや俊平と破損くらいやけど、山本は152、4くらいやし、1、2年目は年 WAR 2.0、3.5くらい沸かせるやろな。3年目から不良再建になるをもとる。アスレチックス、アスレチックスで山本と藤浪のリレーが見られるのか。今年はパッとしない成績やけど、メジャーで通用するんか。 WBC 見ると思ったより無双できなそうで心配。でも仙台城はいけそう。ダルビッシュ超えてほしい。山本よ、アスレチックスに来い。チャンネル登録、高評価、感想をコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。